こんにちは。今日はブランデーアレキサンダーを作ります。アメリカでは定番のカクテルですけど、日本ではあまり飲まれていませんね。チョコレート風味のとっても美味しいカクテルです。材料はブランデー、ちょっと今日は贅沢にコニャックを使います、とクレームドブラウンカカオ、チョコレート風味のリキュールです。それから生クリーム、なければ牛乳で代用してください。あとは最後にシナモンかナツメグをかけます。まず私はボストンシェーカーを使うのですけども、皆さんは普通のでしたら普通ので、これは私は使いません。これでカウントで2カウントで半オンス、4カウントで1オンスです。2オンスずつなので1、2、それにこれ2オンスっていうと大体この氷にかかるぐらいなんですね。あまりシェイクはしません。シェイクしすぎると、かっこよくシェイクしてると氷が溶けちゃうんですね。はい、できました。チアーズ。簡単ですので、ぜひお試しくださいね。